デッキからカードの剣を抜け。相手はナチュラルホルスです。絡み消えなくなっても手強いね。まずは無効効果を使わせるか。そしてサンサンサンたわやかさせんのゴー。悪いなゴロ。参加3組懐かしくてくさ。無制限となった演劇を見ろ。演出がかっこいい。演劇3枚は激輪強化やで。ジェネリックテラダ心変わりくん。ビドアンカーね。はい、こいつ殴ったらブルーアイズで決められへん。ジョーカンマ待って。相手がモンスター出してくれたぬ。ふんふん、それは読んでいたぞ。見苦しくてくさ。青姫の激凛ビデオ3点ブルーアイズホワイトドラゴン。相手の心が折れちゃったぬ。ふん、絶様がショックを受けています。あんなにブルーアイズで決めたがってたもんぬ。これは信じへんぞ。気持ちわかるけど、ここアンキルデッキある。15年前に最下3組が終わってたなんて。一人のことじゃないんかい。さ、どうでもよくてくさ。デッキからカードの剣を抜け。デュエル開始。相手はメメントだね。俺の前にザコモンスターを並べることがいかに愚かで危険なことか教えてよ。あいつ攻撃力5000あるけどね。ふん、おいズルやめろ。だいぶ小学生みたいに呼びたい声のガキでくさ。大熱波打ったのでリンクされました。ニンニンジャニンジャッニンジャッ。100連射やめてね。フーチでの小槌。いいコニコ動画みたいに。何個入りパスだ。おいこの子リュースで歌うの。テレミ道巻くの方でくさ。バトルに入ってフィドワンカー。花がいつの間にか盤面まくってる。青姫の激凛ヒデオ3体のブルーアイズホワイトドラゴン。強心無敵最強滅びのベースト3。元であの小学生ムーブしてたのになんかかっこいいね。マリキタッチハイオニー。えっ、じゃあ衣装のタッチ。じゃあ社長タッチ。ライバリアタッチ聞きません。まだ小学生ムーブしてる。ちょっとこの人と知り合いだと思われたくないよ。デッキからカードの剣を抜け。社長これって、うん、先行譲られてもうて。でも高校デッキなのに全然てくさ。なら大熱波。これにより次の俺のターンまで互いに効果モンスターを召喚と召喚できない。相手は動けません。相手は未完工だったか。ってことは高校アンキルミラーだったんだね。ブラックホール。これで貴様を守るものはない。青姫の激凛ヒデオ3体のブルーアイズホワイトドラゴン。大熱波でガンプしちゃったね。滅びのベースト3。何っぱ引き出れば強いね。まあもう夏やからな。関係ないね。妖精夏が胸を刺激する。禁止カードドイメアマーメイド。回し迷惑のマーメイドな。突然ティームレボリューションでくさ。デッキからカードの剣を抜け。新たなる環境デッキです社長。相手はホルスやらか。しかも天敵のナチュルビーストがいるね。魔法向こうの小動物などアルティミットをすれ。相手はモンスター効果をチェーンできません。小動物バイバイキーン。どうぞザバイキンモン。わおうーやはり皮膚兵王ね。せめてゴンアルダンでやれよ。ガルーラの効果によりゾロー。お前もこんねえねんブルーアイズ。ゾロー声のぶつすぎてくさ。寺田心変わりくん。心変わりね。からのウィドウアンカー様のモンスターいただきマリケ。俺の名前で遊ぶな。相手はヒール魔法の効果で華麗の跡を取り戻そうとしています。うん、青姫の激凛ギデオ2体のブルーアイズホワイトドラゴン。相手の効果をかわしたね。滅びのベースト3。様の戦術などお見通しというわけだ。これはうまい。ブルーアイズにはかなうまい。クシャクマ毎週やらないのかと思ったわ。マリキももう求め始めてたくさ。はい、ということで冒頭でも寝てておりましたが、制限改定後の構築はこちらが最新バージョンになります。動画のね中でもブラックホールを発動してるシーンとかあったんですけど、このエンゲージが3枚に戻ってきてからブラックホールが抜けました。で、改めて軽く激レワンキルっていうのは、相手の場のモンスターとバックをどかしてこの青キムの激レを打ってブラック3体を並べて倒しに行くというデッキなんですが、最近このスネークアイズウランベルシュドラゴンみたいな墓地へ送られると、さらに墓地からモンスターが湧いてきちゃうカードだったり、最近強化が来て早速環境にのめり込んでるこの栄養デッキも墓地へ送られると 1,2,3 体と増えていくデッキなので、全体回をしてしまうよりもコントロールを寺田心変わりくんだったりウィドアンカーとかで奪ってきちゃって、激凛で除外しちゃえばその辺は踏み越えられるので、ウィドアンカーや寺田心変わりくんっていうのは、そのモンスターをただ相手の場から奪って除去するだけじゃなくて、例えばブルーアイズ1体を素引きしている時に2000以上のモンスターを奪ってきて、2体のブルーアイズでリーサルに行くことができるという、ことができるので、調整の結果
果ブラックホールが抜けたという形になりましたね。今まで以上に激レワンキル、どこに何を打って、どういうリーサルを取りに行くかっていうのを考えるのが非常に大事になってまいりましたので、それを念頭に置いた上でプレイングしてみるといいかなと思います。この後ね、デュエルも解説しながら流すので、ぜひそちらも皆さん、考えながら見てみてください。はい、ではこちら見ていきましょう。デュエルはそこそこまあまあいいかなという感じですね。相手は小悪魔でした。で、小悪魔で警戒しなきゃいけないのはフレッシアの小悪魔が出てきたり、キノの小悪魔、こいつですね、が盤面にいると、フレッシアは小悪魔モンスターが出ましたね、効果で破壊されなくなりますし、キノがいると相手のバックが割れなくなっちゃうので、それを注意していきたいところ。で、大熱波が引けたのでまず打ちます。で、ここビンゴマシン55打ったんですけど、なんで打ったかというと、ウィドアンカー、墓地に魔法が3枚以上あれば相手のモンスターのコントロールを奪ってこれるので、これで奪っていきたいというのと、相手がもしウララを持っていた場合、ここでウララを蹴らせられる可能性がある。ここでウララを温存してきた場合でも、ブルーアイズ激凛激凛って見せた時に、運よく激凛がハンドルに来れば激凛2枚耐性にしておけるので、一応まあ本当はこっちに打たれちゃうんですけど、まあ、最悪の場合ウララをすかすことができるので、ここでまず打ちました。で、最悪ブルーアイズが来た場合は小槌で戻すといったところですね。で、運よく相手がここでウララを打ってくれたので、参戦の号が発動できるようになりまして、で、この場面なんでエンゲージ持ってきたかっていうと、サンダーボルトやブラックホール、まあ今入ってないですけど、打倒フレッシャーの効果でセラだけが残っちゃうので、で、バックも残っちゃうので、エンゲージを使うことでエンゲージの効果でジャミングウェーブを持ってきて、この見えてない、こっちはボケツホールって見えてたんですけど、見えてない方のバックを割りながらフレッシャーを割りたいといった狙いがあって持ってきましたが、ハーフィーが引けたので、まあ別にという感じでしたね。さあ、これでモンスターを除去することができて、一応ここは打つ必要ないんですが、ハーピーを打っておいて、で、バトレザイとビドアンカで奪って激凛でワンキルというところだったんですけど、サレンダーされてしまいましたと、ちょっともったいないですね。はい、ということで、こちらのデュエルなんですけど、こちら非常に面白い展開になっておりますので、見ていきましょう。見た感じ激凛につながるようなカードはハンドになくて、イヤドローのドロー効果で引いてこれるかなという懸念があるハンドですが、まあ大熱波があるので最悪一旦はやり過ごせるかなといったところで、ラビレスが入ってないタイプの破壊だったので、ハンデスの心配はないなというところ。で、破壊はモンスターどかしたりバック割ったりするとモンスターがわらわらやってきて、手札からもこんな感じで出てきてワンキルを止めてくるんですが、まあ、そこも大熱波で解決できているので、これはまあ不幸中の幸いですね。さあ、で、相手の盤面が展開しきって、こっちのターンでサンダーボルト、ちょっとまずいハンドになりました。で、イヤイドロー、まず大熱波ですね。で、召喚を止めて、イヤイドローで激励に下がるカードを引いてきたかったんですけど、引けず。ただ、エンゲージが引けたので、このイヤイドローを使うと、魔王カードをね、1枚すでに発動している状態で打てば、墓地に魔法がこれで3枚になるので、ウィドウアンカーのコントロールを奪う効果も、エンゲージの効果も、どっちも、突破してるということですね。ウィドウアンカー持ってきて、ここの1枚ドローでも、なんとブルーアイズを引いてしまうと。ただ、ここのブルーアイズ、活かせる方法があります。大熱波の効果、皆さん思い出してください。次の俺のドローフェーズまで効果モンスターを召喚、特殊召喚じゃいけない、ブルーアイズに必要な生贄は2体、サンダーボルトで相手の場だけ破壊するよと言って、このジェネリックテラダ心がえり君でモンスターを2体奪ってくれば、さあこれで、まあ本当はあっちのモンスター持ってきてブルーアイズ出せばよかったんですけど、結果オーラということで、で、相手がセットしたのは破壊モンスターが場にいないと役に立たないので、ブルーアイスで滅びのバーストストリーム。で、相手は次のターン大熱波の効果で効果モンスター出せないので、まあ、このままブルーアイスで運よく殴り勝てればなというケアをした段階ですね。で、ここで激流を引けたので一気にレーサルウララがなければ勝ち、青決めの激流ブルーアイス2体と言おうと思ったら相手にサレンダーをされてしまいました。はい、大変です。はい、で、こちらはさっきのねショーツでも見たやつだったんですけど、会話がね、爽やか3組を歌っててほぼ何のことかわからなかったと思うので、しっかり見ていきましょう。相手はナチュールホールスで、ピリーレースのチーズの効果によってライフが半分になりました。実はあれ、これの効果で半分になってたの、あっという間わかんないよね。はい、ライフが半分になって、ナチュールビーストが立てられたら、このデッキアルティメットスレイでしか解決手段がないんですけど、ホルス展開であればナチュビが出てくる確率そこまで高くないので、見ていきましょう。
赤き竜が出てきて、もうカラミティがね剣士になったんで、カラミティが出てきて詰むということもないかなといったところで、マスラをで、ここで赤き竜の効果でコズミックブレーザー、こいつはもう何でも一回無効にできるカードなんですけど、ウィドアンカーでそれは消費させられるのでいいかなといったところで、で、ここのドローがビンゴマシン55で、ここの場面、まあ、赤き竜の効果使って出てきたのがスーパーノバだったんですけど、大ニッパー打ちたくなる場面なんですが、見てくださいこのハンド、いらないカードがあまりにも多すぎる。参戦の号で何か持ってくるにしても相手の盤面はどうにもならない。ならばどうするか、ダイレッパーを温存してウィドウアンカーでまずコズミックブレザーの効果を使わせる兼モンスター効果を発動させまして、参戦の号の発動条件を満たして温存したこのいらない3枚を、手札に変換したいので内田の小槌を持ってきます。で、ここで参戦の際なりエンゲージなり引けたらだいぶでかいなと思って戻してドローでエンゲージが引けたので打っていきます。さあ、で、サンダーボルト打ちました。スカーレットスーパーノバドラゴン、こいつ効果では破壊されませんのでこいつだけ残りますね。で、バックがちょっと怖いところではあるんですけど、このまま、ジェネリック寺田心がある君でスーパーノバを奪ってきまして、このまま通ればリーサルだったんですけど、ナチュルの春風で止められてしまいます。ただ青き目の激鱗がありますね。イデオ3体のブルーアイスホワイトドラゴンといったところで、相手がサレンダー、全部サレンダーされてるよ、気持ちよく決まってないということで、相手のね破壊耐性持ちのカードだったりとか、墓地に行って出てくるのはまあこの大熱波でなんとかしたりしましょうねという構築になっております。ストレイで戻すのもいいかもね。はい、ということで一応この AO が来た後の環境はこんな感じでやっていこうと思っておりますので、ぜひ気になる方は参考にしてみてください。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら、お疲れ様、リフ。シャイニングスターズ映れば夢に眠る幻が手のひらに降り注ぐ新たな世界へ。 I'll be with my sensation、 果てしない道の向こうでまぶたの裏に映るひとしずくの光、ときめきを感じて。